これがね、まあ合うんです。どうも、僕です。ということでですね、私の HP はゼロなので、これから死者蘇生をしたいと思います。私が死者蘇生に選んだレシピはですね、これです。キャガンバ。キューガンバ。まあこれからね、暑いじゃないですか。ほぼ夏なので、夏を感じたいんですよ。夏を感じられるのってキュウリかチューブぐらいじゃないですか。あとオレンジレンジ、それぐらいだと思いますんで、なので夏を感じたい。キュウリだけじゃね、あんまり感じられないかと思って、これも用意しました。豚バラです。夏を感じられるのは豚バラとチューブぐらいなんでね。最後までお酒に合うですね、バンバンジーならぬバンバンブー作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。キュウリと豚バラ、分かった？さっきやったでしょ。ブラマンも概要欄見て。あ、飲まないの？あ、飲みます、飲みます。そんな煽られると思ってた。撮影だからって拾わないですよ。もう何百万人見てようが、そんなことは関係ないんですよ。まずこの氷をこのグラスに、ジンでいいですか今日はね。黒の組織、はい、ジンで夏を感じながら、夏になってきてる。いただきます。おいしい。夏を作っていきます。キュウリから切っていきましょうかね。で、このヘタの部分はちょっと硬いんで、このキュウリとジンと相性すごい。そしてこうやってね、斜めにね切っていくね、っていう感じでお願いします。千切りにした方がいいと思うんですね。千切りにした方がね、お肉とのね、食べた時のあれがあれしますんで、あれなんです。はい、こんな感じですね。はいはい、じゃあここを切っていただいて、並べるじゃないですか。はい、こんな感じです。で、これはこれで、きゅうりめっちゃあるくない？まあまあいいか。お皿盛りましょう。ここに取り出します、豚バラですね。まあ、しゃぶしゃぶ用とかあったらしゃぶしゃぶ用でもいいんですけど、別に普通にあのこういう薄切りでも大丈夫ですからね。まあ、切っていきます。大体5センチぐらいの幅に。はい。まあ、もうこれだけでいいです。さっと茹でるんですけども、その前にタレを作っていきましょう。マヨディーズです。これをね、大さじ2。まあ大体ね、こんなんでいい。ちょっと多いかな。多いけど、でもこんぐらいです。大体大さじ2です。はい、こんな感じですね。で、ここに白だし。僕の大好きな白だしです。はい。白だしはね、100ml あたり塩分量 10g のものを、使っております。やっぱね、ごまの香りが命なんで、この、バンバンジのタレっていうのは、このごま油ね、小さじ1杯入れます。そしてお砂糖を小さじ1杯。じゃあ、もやししましょう。このタレ万能すぎるから。マジうまい。これじゃあやっていきたいと思います。はいはい、じゃあここに1リットルのお湯を沸かしました。お塩です。これから豚肉を茹でるんですけども、マラブがないとね、味に縛りがなくなるんで、豚しゃぶの場合はなかなか下味がつきにくいんで、結構な、お塩を入れます。1と3分の1ぐらい、結構つけちゃっていいです。これ1%ぐらいの塩分だから、ちょっと濃いスープぐらいの感じですね。豚バラ茹でる場合はちょっとね、こう分けながらね、ちょっと分けながら入れていってください。固まってるとね、なかなか火が通りにくくなりますんで、こうやってちょっと剥がしながらポトンポトンと入れていってください。豚バラのいいところは、あんまり茹ですぎても硬くならないところなんで、そこまで気にしなくても大丈夫です。沸騰した状態のお湯からやってください。目安はっていうと、赤いとこがなくなれば平気です。すぐ火が通りますんで1分ぐらいですね。はい、じゃあ火止めます。急いでるときはこのままキュウリの上にぶっかけて、タレぶっかけてもいいんですけども、僕は冷ました方がいいと思います。
味噌汁とか流水で、洗って冷やしてください。時間がある時はこのまま冷凍庫入れてやるのもいいです。では僕はもう結構限界が近づいてるんで流水で冷やします、はい、流水で冷やしたらちょっとキュッとで絞ってください。足が薄れますからね、これね。こうやって、きゅうりの上にお肉をね、バラバラっと乗せていきます。豚バラはね、基本的に火を通せばものすごく美味しい部位のお肉なんで、ここにタレをブワーかけるんです。これがね、まあ合うんです。辛みが必要なんですね。なので辛みをかけていきます、はい、ちょっと分かんないかったですね。私がね、テーブルに落ちた一つ動画を全部使うっていう、それぐらいの環境問題に取り組んでおります。ネギあげますから、ネギあげますから、はい、はい、ということでバンバングーの完成です。食べていきたいと思います。いただきます。かー、じゃあいただきますよ。きゅうりゴシャッと、じゃあいただきたいと思います。いただきます。はい、こんばんは。うん、このこんまってマジうまいわ。で、これね、醤油ね、酒飲みは味の濃いものを求める。ふぅ、ずっと飲めるわ、これ。ジンはいいんですけど、ジンは飲めます。ジンもいいんですけど、やっぱこれはね、黒ラベルじゃねえかと欲しいなってきます。あー、お醤油はね、あった方がいいかもしれないですね。酒飲みはね、お醤油ちょっと垂らした方がいいですね。うん、うん、味が締まる夏場これでしょうが。ということで皆さん、ぜひこのバンバン部、今日はねちょっと直箸でめちゃめちゃ食っちゃったから、スタッフさんしないけど、ジャムジャムなんで大好きって言われて、はい、オッケー。あらゆるところを見ていただくこのチャンネルに、私のもう日和ることはありません。なのでもう見てろよ、ちょっとね、私ジンを、ちょっと待って、これじゃあもう俺もやられちゃうわ、やられちゃうわ。はい、あ、いやいや、椅子座っていいか、このままでいい。いやいや、そう、確かに今日スタンディングだったら合わせるわ、ちょっと。